Welcome to the Gundam Line. どうも、シービです。今回、トリントン基地のマップ解説ですね。を、しようと思います。トリントン基地はこう見ていただく通りですね、中央に3つの本、制圧拠点があるのみ、なんですね。それ以外に3つのせあの、本拠地がそれぞれに各ラインであるっていう。なので、北と南には一切制圧拠点がないと。どうしてもなので、中央に人が偏りがちという感じですね。え、まあ、簡単に言うと、ここ中央部分が一番大事なんです。 大事。特に 2?2、えー、が大事です。2を大事に取りつつ、意識しつつ、で、北と南に、えー、特に北ですかね。北側。北を、をネズミに行って、A や B。ジオン軍だったら A や B。連邦軍だったら、北からこういう形で通っていって、X や Y。まあ、Y の方が入りやすいのかな。を、を狙っていくというですね、スタイルになります。 ただ、あのー、この、このマップは面白いもので、バランスが結構大事です。2にたくさん、例えば50人全員ここに来てしまうと、北や南の警戒がおろそかになって、ネズミを通しやすくなる。かといって、中央をおろそかにしすぎて、北とか行くと、相手はこの中央の高台から湧いてくるので、ネズミが丸見えになるという状況になるんですね。なんで中央を持ってない、 それ持ってないと、あのー、ここから3、三三から湧いて、2へシングジオンは戦いに行かなきゃいけない。大体2からこっちに3に来る。で、かつ2からネズミを狙うというですね、状況になってですね、自利品になります。あ結構ですね、2ばっかり行くんじゃないよっていう話はあるんですけども、私は、ではなく2は大事だと思います。 あなんで、2を意識してもう、理想は2を少人数で守りつつ、北と南に展開するっていうのが素晴らしいですね。えー、2を通り、要はここってですね、取ってしまうと、守るのは比較的楽なんです。あ取って、2を取ってしまうと、守るのは少人数でも済むので、えー、そこでまず2を取ってからの、そこから北や南へ行くというですね、形がやりやすいのかなという感じです。そんなマップになってると思います。あ なので、非常にバランスが大事。マップを見つつ、まず2をしっかり取り。そこから行く。初動で結構ですね、えー、X や Y、A や B に、初動で行きましょうって話になるんですけど、私はまず2を取りましょうと。2を、私でしたら2を取りましょう。2を取った後に、そこから A、まあ、B は取りづらいので、そこから2を取ったら、あのー、ここに地下の、今ちょうど地下のところにあるんですけれども、あのー、 北と南には大きく分かれて、こういう形に地下の道があります。これネズミがよく通るあの、両軍のネズミが使う、非常に使う主要ルートなんですけれども、こういう形になっております。南にも似たような形でなっております。えここと、中央に繋がっているので、2を取った後に中央に行って、えー、中央から北の方に行って、本拠地を攻めるというですね、形も可能だと思います。 とりあえずですね、初動は、私は2、2, 2を取りつつ防衛して、えー、相手はね、相手は来るので、あのー、まず2を取ったら、その後 X と Y、Z、まあ、全部ですけど、防衛をした後に、そこから2へ、次の展開でネズミとかを意識して、ルートを確保する。そうする,それするとですね、非常にですね、あの、やりやすくなります。逆に2を取られてる状態で、できなくはないですもちろんあのー、 ネズミね、警戒が薄いといけるんですけど、相手はさっき言ったように中央に湧いてくるので、南と北に展開がしやすくなります。なんで、ネズミの成功率も結構下がる。ただ、あの、3を取られてしまうと、相手がこの今の状態だと3に湧くので、逆にネズミが成功しやすくなるので、えー、あえて2を取ったら3、3は取らずに、一こっちジョングだったら1は取らずに、えー、相手を湧くようにしつつ、中央に引き付けてからのネズミをさせるというですね、えー、感じで、 い大体ですね、この辺にですね、レーダーとかあるので、まず、あの、ネズミをする際は、レーダーを先に壊して、帰還するとういうような形でですね、レーダーのありなしをしっかりと意識する。ただ、あ大事なのがですね、この、北はそういう形で平面なんですけども、南側は崖になってるんですね。なんで、どちらかというと、ネズミは北の方が来ます。あ南は、これ見ていただくとわかるんですけども、あの、ものすごい崖です。 これ相手側もそうなんですけども、下からこう、例えば水泳部で来ましたっていうなった時に、こっから登っていくのに、こういう形でですね、ものすごい労力がかかるんですね。えー、なんでだいたいじぐ、あの、本拠地の周りにレーダーがあるので、それでバレて、バレて、急いで殴んないと、殴んないとっていうんで、登ってる最中に出ました相はい、敵さん、こんにちは、みたいな感じですね。えー なってしまうので、ネズミをするんだったら、どちらかというと、北の方が成功率が高いと思います。しかも、箱型拠点なので、えー、まあ、なんでネズミは優先順位的に防衛する場合は北、ねえー、北のルート、ですね、北のルート、この辺から来るので、この辺にしっかりと警戒して、この壁、こっから通ってくる。というようなですね、えー、感じになってると思います。低圧拠点がさ、中央にしかないので、どうしてもそこに人が偏りがちなんですけれども、偏りすぎずに、かつ少なすぎず、 呃、2を維持して、で、そこから、次の一手に行くっていうマップだと私は思っております。まあ、今後またバージョンは変わっていって、また変わる可能性はありますけども、現時点においては、それがですね、非常に、あの、結果として2を維持し続けて、そこから行くっていう方が、勝率はいいのかなという感じです。そんな感じでですね、えー、他にもですね、攻略動画やブログで、えー、記事でですね、まとめております。期待解説とかもやっておりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた 他の動画でお会いしましょう !CB でした